長崎ゴールキーパーは畑野、ディフェンスは4人、松山、串引、和樹、今津、米田、アンカーの位置にマテウス・ジェクス、2列目には澤田、中村、カイオ・セザール、マルコス・ギレルメ、そしてワントップにフアン・マデルガドです。一方の群馬です。ゴールキーパーは串引き正俊、そしてディフェンス川上、酒井、志郎は中潮、2列目には佐藤、天笠、風間、杉本、2トップに竹と平松という 4-4-2 です。まあ、ここは右から作っていく増山、近くに中村が今この位置に流れています。中村から縦へ入った、もう一度中村、シュートでアウトできないか、これは枠を捉えられませんでした。まあ、サイドに出されてもしっかりと後ろバックパスを選択させれば OK と、そういう守備のように見えますかね。ただこういったところいられると、中村からマルコス、そして右サイド増山、クロスが入ってくる、フアンマの前跳ね返される、マルコス、ボールはまだルーズ、フアンマ、いやー今よく見てたな、串引き正俊を抑えました。一番危険な位置からのシュートだったんですけども、ですから長崎が折を見てこの長いボールを入っていく、ファンマが収める、流していく、シュート、中村の右足、ゴール左側でした。イメージ通りだったんじゃないですかね。ファンマ選手の意図する場所に中村選手が入ったと思います。なかなか最後の壁を破れない長崎、こういったところでもしっかりと引っ掛けられてますので、はい、ただしっかりと耐えている群馬。佐藤の左足すらした、いやー面白い、旗の触った、竹のバックヘッドでした、よく触りましたね。前半と同じです。ペナルティエリアの中に群馬は7人が入っています。そしてボックスの外に杉本と天笠が控えています。蹴るのは風間、ここは中央です。ヘディングはこぼれ た、決まったか、決まったか、群馬先制、最後は佐藤、いやよく触りましたね。後半の立ち上がり3分、先制はアウェーの群馬、今シーズンの前半戦と同じくまた佐藤が長崎から得点を奪いました。増山のロングスローがあります。ジョップ、フアンマと高い選手もいるが、ここは近場のマテウスへ、マテウスの左足のクロスが入っていく、ボールが流れてフアンマ、決まった、長崎同点、後半の19分、トータル64分、エースファンマが21得点目、 J2 のトップスコアラーがやはり決めてみせました。まあ、やはりこういったところにいるっていうところがね、得点を生み出しますよね。まあ、何気ないこうスローインからのクロスだったんですけども、さあちょっぷり通った、シュートはまだ浮いている、串引き正俊がなんとかセーブしました。思いっきり打っていったジョップ、中潮に渡してスローインでリスタート。さあ平松へ、平松がボールを収めて、山中のクロスは逆サイド、ヘディング、キーパー正面、こぼれた、もう一度抑える、畑野、いやーナイスキーパー、よく体に当てました。最後入ってきたのは北川選手ですかね。串引き和樹、今そうですね、群馬はやはり後ろ5枚で中盤3枚ですね。なので長崎としては群馬の中盤の3枚の脇のところ、はい、さあ縦に入ったか、もう一度戻ってきた、松田は、松田はチョップ、今いいテンポのねこう作り方と外し方ではあったんですけども、やはりあそこに対しては群馬の人数かけますね。硬いですね。硬いですよね。さあ早いリスタート、ファン前、そして左サイド流れ切ったクロスが入る、チョップの前、シュートは決まった、バイスキルシュート、
チョップのテクニカルなシュートが決まった。長崎逆転、7試合ぶりのゴール。ファンタジックなチョップのシュートが決まりました。いや素晴らしかったですね。まあ、ここで前が空いたのでサイドを、ね、シンプルに使った中でよくここをクロスね持っていきましたよね。今津選手ですか。今津ですね。中見てなかったと思うんですけども、よく上げたと思いますし、いやここのシュートは非常に精度高かったと思いますね。あ、面白いトラップ。さあ打てるか。送っていく白石、流して山中、シュートだ。いやよく止めた。またの止めた、うん、山中の左足、迫力ある攻撃でしたね。さあ串引き正俊もここまで上がってきている。上げたいですね。ボール奪えるか、うん、ここで長い笛、試合終了。ビファーレン長崎2試合ぶりの勝利。終盤戦に勢いをつける6ポイントマッチをものにしました。ザスパ草津群馬は第20節以来実に12試合ぶりの黒星となりました。プレーオフ圏内を見据えては痛い敗戦ということになります。